アムールとプシケー、子供たちは1890年にウィリアム・アドルフ・ブグローが制作した油彩画。現在は個人像である。この作品は、ブグローがフランス芸術家協会の会長だった1890年にサロン・ド・パリに出品された。アムールはフランス語で愛を意味する言葉であるが、ここではキリシア神話におけるエロースに相当する。 ローマ神話の登場人物クピードを指しており、プシュケイは古代イギリシアにおいて、もともとは、生き、転じて生命、また心や魂を意味する言葉であるが、ここでは、ローマ神話のプシュケイを指している。この作品には、アムールとプシュケイが、幼い子供の姿で、抱擁し、接吻している様子が描かれている。ブグロウは、新古典主義の時代から少し遅れた19世紀。 後半に活動した古典的様式の画家であった。この作品では人物が繊細な形でその上に立っている泡の塊のように描かれた背景に特徴がある。この作品は制作当時に人気の高い主題であった神であるクピードと人間の王女プシューケイの禁断の恋の始まりを描いたものである。インターネット上のバーチャルギャラリーとして最も初期からのものの一つに ウェブミューズムがある。本作はこのサイトで1890年制作のアムールトップ主計子供たちとあるべきところを誤って1873年制作のファーストキスとして紹介された。作品の画面右下には1890年という年号が作者の署名とともに読み取れる。1890年と記されたブグロウの署名。18世紀半ばに 古代ギリシアや古代ローマの神話への関心が高まると、クピー堂とプシュー系の物語を描く作品が数多く制作されるようになった。クピー堂とプシュー系の物語は2世紀に成立したアプレウスの変容で語られている。王女として生まれたプシュー系は、その美しさで男たちから慕われるようになる。これがクピー堂の母で美の女神であるエヌスの怒りを買ってしまう。 ウェヌスはクピードを送り込み、その矢でプシュー系を射抜いて、何か醜い怪物に恋をさせようと仕向ける。ところが、クピードは、自身を矢で傷つけてしまい、プシュー系との道ならぬ恋に落ちてしまう。クピードは、決して彼女が自分の顔を見ないという条件で、プシュー系と密かに結婚する。しかし、彼女の好奇心が勝ってしまった時、クピードは、 彼女の元から飛び去ってしまう。プシュー系は恋人であるクピードを求めて地上や地下世界をさまよう。彼らはついに再会し、彼女には永遠の命が与えられる。ウェヌスが差し向ける災難や不死の神としすべき人間という身分の違いに、二人が打ち勝つ物語がこの画題を人気の高いものとした。本作でブグローはクピードとプシュー系を ほとんど幼児と言って良いような幼い子供たちとして描いている。クピード王はギリシア神話のエロースに相当するローマ神話の神であり、しばしば幻想的にいたずら好きな幼児として翼のある弓矢を持った姿で描かれる。ギリシア神話のエロースはしばしば青年の姿で描かれ、それを踏まえてプシュー系との恋が始まる。しかし、クピード王は幼児なのでプシュー系も 本作では幼い姿で描かれているが、これは一般的に彼女を若い女性として描く美術史上の原則からは外れている。ブグロウはプシュウ系を蝶の羽を持った姿に描いているが、これはプシュウ系がアリストテレスが蝶につけた故障であったことを踏まえている。人間から不死の存在になったプシュウ系は人間の魂の変容の象徴である。 登場人物たちを子供として描くという画家の決断は、ウェヌスによって引き裂かれる前の彼らの無垢な姿を表現するものである。こうした描き方は、本作が展示されたサロンで広く受け入れられることとなった。ブグロウは他にも、我々により馴染みが深い若い恋人たちの姿で、クピー・ドー・トプシュー・ケを描いた作品も複数残している。クピー・ドー・トプシュー・ケは、 長い縦位置のキャンバスに描かれている。人物像は想定される実物大よりも大きく描かれている。クピードは右足を伸ばし、左足をベンチ上の雲にかけてバランスをとり、またそれによって画面構成のバランスもとっている。二人の腕は交差され、緩やかに包容している。ブグローはクピーーとプシュー系が息を飲むプシュー系の方に、 クピードが軽い切符をする一瞬を捉えている。プシュー系の左手は、クピードを払いのけようとしているようにも見え、彼女は目を伏せて、クピードを見ないようにしている。青い布が二人の背後から、周りの雲の上へと排されている。焦点は、地上の領域を離れた、空の上で優美に戯れている、主題である二人に当てられている。ブグロウが用いた。 主題の人物たちを子供として描くという手法は、明確に意図された意味のある表現である。二人の白い肌は輝かしく、バラ色帯、純潔を象徴している。翼が肩から生えている様子も繊細に描かれている。ブグロウは、子供らしさや幼い恋の微笑ましい要素を引き出す。ために、パステルや、ごく柔らかい筆遣いを用いている。画面の大部分は青になっているが、 これは恋物語を描いた作品としては珍しい。ピンク色や赤を多用しないことで、画家はこの物語の禁断の恋という側面を遠ざけ、幼い恋という理念を前面に出している。色彩は冷静で、すがすがしい。ブグローはクピー・ドーとプシュー系のふくよかな姿を正確に描くよう心を砕いている。本作には、ごく軽い繊維のようなものから、か細い金髪。 滑らかな素肌など、様々な質感の素材が書き込まれている。本作は、鑑賞者の目に衝撃を与えるようなものではなく、安らぎを感じさせるものである。ブグローは、クピー・ドー・トプシュー・ケーの物語に示唆された作品を、他にも、複数制作している。サイッキー・イラムール・サイッキー・レ・ラビスメントでサイッキー。ありがとうございます。